はい、どうも、タクタクです。その小さな手に歌をやっていきたいと思います。さて、外に出る鍵をもらったので、ここからか？ここじゃないです。ここ何室みたいなの書いてんの？書いてないわ。ここはなんだ？あれ？ここってちゃんと、ああ、あれか。謎を解くためのあれか。ここから出られないのか。じゃあ戻りましょう。3階になんか開かない鍵があったけど、多分そこですよね。確か、おぉ、スライムちゃん。ガキだったっけ？ここだと思う。ほら。ここ使う。うわ、雨降ってる。うわ、雨。こんなんなってんだ。よく見えないけど、本当に船なのかな？夜だしね。わ、セーブできる。セーブしておきましょう。ここかな？これで。あ、いたいた！ちさと！遅かったね。お湯冷めちゃうよ。もう千尋が取りに行かせたからでしょう。私ここ不慣れなんだからさ、少しは気遣ってよね。そうだね、ごめん。というか外は雨降ってるし、お風呂に入ってもまた濡れちゃうよ。まあそうだけど、細かいことは置いといてさ、スキンシップだと思って。ちょっと、これはサービスタイム、あ、サービスタイムないかな。あ、どうしたの。ああ、ガキだ。千尋逃げよう。なんで？あれくらい平気だよ。見ててね。ちょっと危ないって。お。ああ、見て見て、これ黒まんじゅうみたい。触ってるとすごく柔らかい。なんで大丈夫なの？千里早く。待ってよ。私にはあだなす感じですか。下水道室を勝手に抜け道に使わないで。あ、開けろ。便所。あ、でも開く。あ、これか。ん？今はいいかな。あそこを抜け道に使えるのかな。あ、やばい。ちょっと。ひぃ！大丈夫だった。こっちで、あ、お風呂がある。本線に乗船する際には、一に身を清めよ。カロン。なるほど。清めずに行ったけど、最初。すごい、本当にお風呂あるんだ。ね、行ったでしょ？でも、外にガキがいるのに、ゆっくりお風呂なんて入れないよ。大丈夫だって、私がいるじゃん。いや、千尋は大丈夫かもしれないけど。早く帰ろう。お風呂冷めちゃうよ。よし。もう押さないでよ。待ちに待った。おなごの入浴深夜。何を？服脱がせてあげる。いや、自分で。いやー、ほら、脱いだ脱いだ。ちょっと。もう、自分でできるから。脱がせたかっただけ。エロス。何なのよ。じゃ、入ろっか。よっしゃ！どうなの？期待していいんですね。あ、これは、全然よくわからない。は気持ちいい。でも頑張って作ったドット感がある。ねえ、ちひろ、いろいろ聞きたいことがあるんだけど、なに？ちょっとでも、ぽく見える。ぽく見える言うな。ちひろはさ、どうしてここにいるの？どうしてって、ごめん、覚えてない。そっか、自分の名前も忘れているんだもんね。私も自分の部屋で寝てたのに、目が覚めたらこんなことになって、ここに来るといろいろ忘れちゃうのかな。どうなんだろう。千尋は自分の家のこと覚えてる？シャワーもちゃんと出る。
千尋？私ね、ここに来てすごく長いんだ。もうここが自分の家みたい。一人でずっとここにいたの？そんなことないよ。ヒゲじいとかアケロンとかすごくお世話してもらってるんだ。そうなんだ。でもここ変なのいるし、怖くないの？変なのってガキのこと？大丈夫だよ。どうして？だって襲ってくるんだよ。そうだね。私も最初はすごく怖かった。でも、慣れたんですかね。これ見て。これ、指輪。うん。これ、つけるようになってから、不思議と襲われなくなったんだ。そうなんだ。その指輪どこで？これね、お母さんがくれたの。私のお守りなんだ。お母さん？千尋のお母さん、この船にいるの？先に降りたんだよね。え？あ、なんかごめん。うん、気にしないで。その指輪すごく綺麗だね。私もつけてみたいな。でしょ？ちょっとつけてみる？大事なものなのにいいの？千里だったらいいよ。じゃあちょっとだけ。外すからちょっと待ってね。あ、お前そんな排水口の近くみたいなとこで。はい、これ。あ、排水口に、いや、そんなマジベタなことする？そんな、どうしよう。ちょっと千尋待ってよ。とう。びっくりした。一人で行っちゃうのかと思った。ふふふ。指輪のことごめんね。私がつけたいとか言ったから。ううん、気にしないでいいよ。私、この船のこと詳しいから、また流れてった先探してみる。本当にごめんなさい。千尋の大切なものなのに。もう、そんなに落ち込まないでよ。じゃあさ、代わりに私のお願い、いくつか聞いてくれる？うん。私ずっとお姉ちゃんが欲しかったの。だから千里のことお姉ちゃんって呼んでもいい？え、別にいいけど。やった、嬉しい。そんなことでいいの？これもしかしてさ、今気づいたんだけどさ、本当に妹とかなんかそういうことだった。で、お母さんが先に降りたって言ってたから、お母さんのお腹の中にもう一人いたっていうことかな。ごめん、俺考え悪いから、今気づいたけど、そうなのかな。そうだな、あとは、千里お姉ちゃん。何？スキンシップしよう。え、ちょっと！柔らかくていい匂いする。いや、もうちょっとだけいい？いいけど、変なとこ触らないでよ。なんだこの BGM は。大丈夫、大丈夫。あ、ちょっとこら！サービスし、あ、なに？いやー、疲れたらお風呂に限るよね。あ、アケロンが。あれ？お嬢とお姉さん？二人で何してるのさ？ゆりっぽいこと。いや、見ないで！カメに見られてもいいでしょ、別に。そういう問題じゃない。いろいろと疲れた入浴だったでしょう。千里お姉ちゃん大丈夫？そんなに落ち込まなくても。だって、カメさんに見られたもん。お姉さん、僕人間の裸には興味ないから。あと僕はカメじゃなくてアーケロン。どうでもいいよ、そんなこと。どうでもいいんか。ねえ、許してあげてよ。アーケロンこう見えて女の子だから。女の子なの？じゃあいいじゃん。そうだよ。君らの言葉では正確にはメスっていうのかな？ね？だから気にしなくていいよ。ほら、立って。そっか。なら OK だ。ごめんね。ありがとう。なら OK なのか？亀さんもごめんなさい。だから亀じゃなくて、ああ、めんどくさいからもういいや。それより千里お姉ちゃん、私の次のお願いなんだけど。え？私の部屋で一緒に寝て。寝る？
別にいいけど、ダブルベッドあったらそういえば。やった、じゃあ早く行こう。ちょっと千尋待ってよ。千尋？それってお嬢のこと？あ、あの子名前忘れてるみたいだから、私が勝手にそう呼んでるんです。ふーん、千尋か。千尋のこと何か知ってるんですか？知ってるも何も問題児だよ。問題児、確かに自由奔放な感じだけど。お嬢はね、降りようと思えばいつでも降りれるはずなんだ。でもなんか残ってるみたいね。まあそのおかげで憂鬱な後悔が少しは楽に、楽しくなるからいいんだけど。まあお嬢なりに何かお考え、考えがあるんだろうな。ねえお姉さん、船長と話したでしょ。しばらくお嬢と一緒にいてやってよ。はあ。あ、それからさ、お風呂で体は綺麗になっても体の中までは綺麗にできないよ。休憩室で特別に使わせてあげる。よかったら使ってみてよ。休憩室の鍵を手に入れた。ほう。あ、ありがとう。さて、今度こそお風呂に入るかな？覗いちゃ嫌よ。一応メスですから。あっちは覗いたのに。さ、サービスショットも終わり。サービスショットなんかなかった気もするが。こっちかな。あ、トイレ行った？はぁ、すっきりした。お待たせ。じゃあ部屋に行こっか。ウキャって言ってるよ。後ろ後ろ後ろ。どうしたの？今襲われちゃうんだよね。指輪あるから。ないから。千尋、逃げよ。先に逃げて。でも。いいから早く。大丈夫なん？待って。置いてかないで。本当にいいんか。はあはあ。千尋大丈夫かな？指輪が持ってくれるって言ってたけど、指輪なんか持ってないじゃん、だって。そうだ、あの子指輪落としてる。どうしよう、どうしよう。助けに戻る。助けなきゃ、千尋。これも助けますよね、普通はね。うわ、いる。いてぇ！ちょっと待て。ちょっと待って。薬を飲む。うわーい！ひー、入れるか！入った。はい。ダーン！即死。戻れないみたいだね。だって今、戻った瞬間回り込まれて、殺されましたから。どっちに行きゃいいんだろう。出てくる。まあ、一回こっちから行くとして、ひー、いるこれ。どこに助けに行きゃいいんだろう。これあれか、時間巻きした方がいいのか、一回。時間で巻けるよね、確かに。やば、危ない。巻いた。巻いて、あ、これ下に行っちゃう。うきゃっ、うきゃうきゃくん、どこにいるんだろう。殺されてないよね、まさか。でもあの指輪をなんとかやっぱ探さないとダメなんじゃないか？大切なものでしょ、だって。お母さんにもらったんでしょ、あれ。お母さんってあの、死んだお母さんのことだと思うんだ、多分。千里と千尋の。こっちから行ける？こっちから行く。上がいて。どこ行ったかな？こっち行ったかな？
でもお風呂だからね。あ、お風呂でも覗いちゃいやーよって言ってたけど、緊急事態だ。アーケロン、アーケロンがいない。早いな。早くない？出るの。あ、開いてる。やっぱり下水。うわ、こういう船内にこんな設備ある、すごすぎません？下水道室、消火ガスに注意。消火ガス？消火ガスとは消火するんでしょうね。あ、いける。こっち、うわ、え、どういう構造？うわ、何これ。うわ、ちょっと待って、いろんな仕掛けがあんな。あ、うわー、消火された。うわー、デッドエンド。はい、といったところで今回この辺で終わりましょうか。次回は千里、千尋を探しに行きましょう。もしかしたら指輪なのかな、わかりませんけど、なんか指輪どっかに流れ着いてそうな気もするし。はい、それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。